ハッピーハロウィントリックアトリート。全員で仮装してハロウィンを楽しんでいるのは豊後高田市の三浦小学校の児童たちです。この取り組みは外国の文化に触れることで英語に親しみを持ってもらおうと授業の一環で行われました。今日は全校児童12人それぞれが自作のコスチュームを身にまとい参加。そして校内を巡り先生たちと英語で会話をしてお菓子をもらっていました。死神です。なんかすることがなかったからみんなが仮装して生きているのが前日からすごく楽しみで、今日みんなと教室を歩いて回った時はすごくみんなとハロウィンを楽しんでいる感じがして楽しかったです。一方、大分市でもハロウィンを楽しむ人の姿が。こちらではハロウィン限定でアーティストによるボディーペイントが行われています。大分オーパでは仮装した人たちがボディーペイントのサービスを受けていました。料金は500円で、お化けや黒猫など好きなデザインを選び5分ほどで完成。顔や手などにそれぞれの仮装に合うデザインを描いてもらっていました。お菓子をもらいに行く。お菓子もらうときなんて言うかな。トリックはトリート。お菓子をくれないといたずらする。